はい、こんにちは。本日はよろしくお願いします。こちらこそ、どうぞ。うち日本式なので靴を脱いでいただいてもいいですか。はい、どうぞ。すごいスッキリしますね。本当ですか。あとちょっとお聞きしたいんですけど、まずそうですね、このね、古いあの陶器の暖炉って結構珍しくって、ま、あのもう今は使えないんですけど、はい、この暖炉が割といつぐらいなんですか。多分これってあの19世紀の初めの、 あのオスマン建築 の、 あ、 のあそこのステンドグラスもそうなんですけど、ステンドグラスとかこの陶器の暖炉とかはこの辺らしい、そのオスマニアン建築 の、 あのものらしいです。いや、これなかなかないですよね。そうですね、当時のままです。これね、ここの中ね、あ、今お香とかが入ってるんだけど、あの ここね、暖炉をつけたらここでお皿が温められる、あのお料理の、なんていうんですか、そう、お皿が温められるようなものだったらしいです。今は私お香とかキャンドルとか入れてるんですけど、うん、これはあの友人で、あの友人の作家であるアーティストの河原信介さんが私たちの引っ越しのお祝いにあの書いてくださって、散歩っていうタイトルなんですけど、私と夫が散歩がとにかく趣味で1日2万歩ぐらい歩くような生活なので、2匹のウサギが、2羽のウサギがお散歩してるっていう感じで書いてくださいました。この花瓶もすごいですね。あ、これね、なんかあの北欧のアーティストの方なんですけど、取材に行った時にあの帰りにお土産でいただいたんですけど、素敵ですよね。すごい気に入ってます。これは私でもこれはね、ベアシュメーで買ったんですけど、ベアシュメーで買った。でもなんかこうちょっとアンティーク調な感じですね。はい、そうですね、ランプがアルデコの時代の、はい、あえてトラもつかないんですけど、であの取らないで飾ってあるんですけど、もうなんかお掃除もできないし大変なことです。このランプはもうここにあったもんないけど、うん、そうなんです。そうなんです。なんか全部なんかこうデザイン新しいものっていうのがなんか割と私たちのはちょっと近く、いか違うから、古い昔のものも残したりとか。でも新しくても、うん、こう何十年代風とかアンティーク風とかっていうものを選ばれてますよね。これなんかイギリス、これもブロカントで、あのジュイックのブロカント村で買ったんですけど、あのアーコールってイギリス の、 あの昔のテーブルです。でこのこれなんていうんですか、これこの棚もこれもイギリスから来たもので、なんかちょっとウッドのものが、はい、このイギリス調とフランス調とちょっと何か違いはどうなんでしょう。でも割とウッドのこの重厚化っていうか、あの重すぎないウッドの感じってイギリスっぽいです。はいはい、椅子がこれで友人からいただいたものです。椅子探してるんですけど、今まだ見つかってなくて、今あるもので、うん、なんか、はい、いや、椅子がね、ほら全部揃ってないところがフランスっぽいですね。あとなんかやっぱりこうお友達が集まるテーブルって感じが、うん、これはなんかね、色をあの自分たちで作ってもらって、あのペンキオリジナルの色を作ってもらって、それで塗りました。さて、顔がすごいです。顔ね、顔の中は和食の乾物、なんかお出汁のお出汁が入ってたりとか、わかめとかひじきとか、そういう日本から持ち帰った乾物が高いところ、いちいち椅子を使って取ってます。はい、あ、そう、ストーブはね、あの義理の母が、ノルマンディの義理の母がクリスマスのプレゼントに毎年一つずつくださるんですけど、ストーブでお料理がワンランク上になっちゃうというか、本当お鍋の力が大きくて、もうストーブ大ファンです。このこれもね、これもね、ノルマンディ の、 あのコットンってすごく有名で、このトゥーションが本当にいいんですよ。これもだから義理の母がいつもいつもこう
行くといただく義理の母からいただく、そうだから彼女がお嫁に来た時とかその前からおばあちゃまが使ってたとかそういうものを私も受け継いで、うん、そうなんです、なんかそうなんです、なんかね、あの普通のあのこういうナフ君と全然違います、すごくずっとずっと使、はい、ずっとずっと使えて、これもうなんかそうすっごい古いです、義理の母がお嫁に来た時とかその前におばあちゃまが使ってたとか結構古いんですよ、すごい綺麗です、そうなんかフランスの方って綺麗に使いますよね私はもう全然ダメだけど、ガラスのはこれ私がベルギーのブリュッセルであのフローリストをしているチエリー・ブテミさんっていうあの方、奥様と旦那さんと家族ぐるみであの友人なんですけど、私の、誕生日50歳の誕生日の時にくださったりとか、お誕生日のたびにあの素敵な花瓶をこういただいたりで、この大きなグリーンのは2週間くらい前に夫とベルギー の, そのチェリーのお店に行った時に向こうで買ったりしたものです。本はね、いろいろあの本当にいろいろな、2人の、はい、なんかこう色のグラデーションに一応分けて、そうするとなんかあの少しこう狭いお家でも統一感が出て広く見えるのかなと思ってこうあのすごくあの隣の建物との距離が近いんですけど、最初は気になるかなと思ったんですが、人の暮らしも見える感じもすごくいいなと思って、で、はい、で、あの、あえてカーテンもつけず、うちも。こちらがですね、今本当にまだ引っ越して、もう恥ずかしい、2年以上経つんですけど、何もまだ整ってなくて、サロン、本当はサロンとしてちゃんと使いたいんですけど、今こんなまだ仕事机もあって、これをもうすぐなくしたいなと考えてるんですが、そうなんです、前のジュイクの時から使ってる机で、もうあんま新しく買ったものってあんまりなくて、ここの家に来て、あ、このソファーぐらいかな、なんかソファーオーダーしたんですけど、あ、そうです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 、だからなんかゲストとかが来た時に泊まっていただけるようにしようかなと思った、もうこれ本当にいらなくて今引き取り手を募集中これは友人が帰国するときにあのいただいたものなんですけど、猫ちゃん預かってたとき猫ちゃんがこう全部やっちゃって今ねすごいことになってるからちょっとこれで隠して、そう猫ちゃんが、そうなんです、ピンクのサテンなんですけど、ちょっともう本当にひどい状態で、もうだからちょっと隠してるんです、はい、はい、うん、これもなんか飲みの市、これはドイツどっかのプラ、はい、プラハどっかの飲みの市で買ってきたレースなんですけど、はい、おばあちゃんが編んだような黒仕編みで、これは道で拾ったもので、あ、はい、これは道でジュイックに住んでた時に拾ってきたもので、この時ありましたね、こんないいものが落ちてるっていうことがパリパリだと思います この間私オートクチュールのショー のお仕事をしてて、ショーを見に行った時のこれが招待状だった、これを持ってきて、ちょっと持ってください、どうやって持ってたんですか、この椅子自体は招待状です、これ座ってショーを見て、これ結構すごいすごいですね、どこだったんですか、橋の上、あの、ミゼオルセイとの、あのパスロールです、ミゼオルセイの真ん前の、でこれが招待状、面白い、はい、アイデアですね、面白いですね、これはあのお友達がくれて、これねひっくり返すとあので畳めると椅子になるんです、でそれをあのよく飲みの椅子とか売ってますよね、あのお友達がそれをあの白く彼が塗って、すごい仲良し あのカンボジア人のデザイナーのお友達がいるんですけど、彼があのこれ使えよかったらって言って引っ越してすぐに持ってきてくれて、これもね預かってた猫ちゃんがこうやってってるからすごいすごいんです、もうほらここそれも映してる、ここもう猫ちゃんね、猫ちゃんそうご飯遊んで遊んでって言って、可愛い可愛いから怒れないんです
これが。あ、そうそう、そうなんです、中の。そう、ちょっと今開けられないです。そう、全部ちょっとダメだ、本当にあんまり開けられないんですけど、こう。いやでも、さ、本当に物がこうなんか取材、いやいや、すごい綺麗に、いやいや、なんか取材ノートとか、すみません、すごい。だから全然目立たないですよ、そう、収納多いのは本当にここのお家のね、いいところですね。はい、もう小さいお家なんですけど、これバスルームになってます。バスルームね、ここの、ね、窓があっていいですね。あ、そうそう、大きな窓が。ここはオリジナルそのままですか？そうですね、ちょっとメイクルームっぽい。そうそうそう、楽屋っぽいですね。楽屋っぽいで、こちらが寝室です。ぐるぐる回ってます。あ、これなんだっけ、この差し子みたいな、こういう、これどこのだったっけかな。これはあのトルコのイスタンブールのマーケットで、あれ、マルシェで買ったものなんですけど、あとこういうのはあの義理の母がやっぱり昔の朝のあのシーツとか朝のこういうなんですか、ピローケース、クッションカバーとか全部。モロッコ、モロッコ、フランス、日本ですかね。どういうとこですか？なんか私一年中カゴを、どういう仕事の時もこの中に雑誌入れて、ノートも取材ノート持ってカゴで行ったりとかするんで、はい、でこれが入り口に戻ってきました。はい、ぐるっと一周していただきました。それであとここがちょっとお恥ずかしいんですけど、あの昔キッチンだったところをあの改装して、例えばのこの下が貯蔵庫、ここにあの冷蔵庫がない時代に、冷蔵庫がない時代はここにあの貯蔵されてて、だから外の空気とこうで、今は洗剤とかお掃除道具入れてるんですけど、であのここがだからウォーキンクローゼットみたいになってるので、あの大変助かってます。あと珍しいんですけど、こういうここに洗濯物を干して、そうなんです。それでこうこれがすごく便利で、あのパリのお家外に干せないじゃないですか。そうすると室内だとこういうなんかこう洗濯物置き、あれも結構幅取っちゃって、なんかお客様来る時とかにそれを寝室に片付けたりとか、皆さんよくそんなことが、これすごい便利です。あとあのトランクとかいつも使わないものとかここに入れておけるのが、洗濯のシステムパリで初めて見ました。え、本当ですか？割とね、それで昔キッチンの上にあったんですよね。だからフランスの方は匂いのつくお料理あんまりしないからいいのかもしれないけど、日本人だったらキッチンの上でお洗濯なんて匂いが、そうそうそう、男の入り口の、はい、なんですよ。これね、アミアンの飲みの市って年に2回やってるんですけど、なんかね、すっごい安く買って、もう電車とバスでこうやって書かれて持ってきたんです。すっごいアミアンの飲みの市から、アミアンから電車とバスで、はい、持ってきました。かわいいですよね、なんかね、昔のあれ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。